心は踊る千の丸の皆さんご機嫌いかがですか？次郎丸です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はナスを長くたくさん取り続ける方法、上手に剪定して一株目指せ160個ということで、ナスは吊り下げ仕立てで育てております。垂直仕立てでね、栽培した時もね、非常に優秀な成績でございました。こんな感じでね、秋まで大きなナスが取れ続け、この道宝先生の本ね、本の通りにやってみたんですよ。きっちりコピーしてみた。そしたら結んだ紐を解いて剪定し、また結び直しっていう作業の繰り返し、苦労した分、サイズも収量も申し分なしです。でもね、なんとかどないかして手を抜きたい、わしにはちょっと辛い作業でした。そこで、超楽ちんな吊り下げした手を採用です。成長に応じて結び直すのも必要ですけれども、これね、簡単にちょっとこう輪っかを作って止めてるだけなので、その作業も楽ちん。これちょっと虫にかじられてます。でもね、収穫してもいいサイズなので、これちょっと収穫して、おきましょう。これは本茎ですね。本茎についた実なので、剪定はこれしないんですよ。もう取るだけ。これぐらいのサイズで早めに収穫する方がね、実も柔らかくて、皮も柔らかくて美味しいのです。虫や鳥から守るためにわざわざこんなネットをかぶせてみたり、しました。超高級過保護ナスでございますね。ツヤツヤしてむっちゃ綺麗です。で、これもね、本茎本茎から生えた実ですので、ちょっとこれ取った後の剪定っていうのはやらずに、このまま本茎は伸ばしていくと。で、一茎あたり、本茎の場合ね、本茎の場合、10個ほど実をつけます。だから4本仕立てにしてますので、ここでまず40個になる計算な。あとどうすんねんって言えば、あとはですね、剪定の仕方もですね、どうすればよいのか、本茎から出てきた脇芽でございますね、これを側枝と申しますけれども、これをですね、これが伸びて、花が咲きますね。で、その花が実になり、この実を収穫して、あとはカットしていく。側枝の本茎側にも脇芽が伸びてくるので、それを育てて、また花を咲かせるという、その繰り返しになるんです。わしは一体今何を言っているのか、おそらくどなたも理解していただけないでしょうから、図で説明しますね。この右側のまっすぐ伸びたんが、ほんままっすぐじゃないけど、本茎やと思ってください。で、この斜めってるやつですね、これですね、これが、脇芽が伸びた側枝でございますね。理想は1側枝に、1花1ナス、だからもう1花咲いたら、それはね、もう他はもうカットしてしまうということでね、花の先は葉っぱ1枚残してカットする。1側枝に対して1ナスだけ育てるっていうのがセオリーなのです。だからこの脇芽も必要なくなるんですね。それで、ナスの直下よか、直近についてるこの脇芽、これもね、生育の邪魔になるので、摘んでしまいます。で、本茎に近いところに脇芽が出とるんですけど、これね、これを次の世代に、してやるわけですね。これがですね、少子化対策、必ず大切に過保護に育てていくわけです。こんな感じですね。で、花が収穫サイズの実になりました。本来なら先ほどのようにここでね、ヘタでカットするんですけれどもですね、脇芽がね、もう伸ばしてるでしょ。だからこの場合、側枝にできたナスですので、どこをカットするかと言いますとですね、次に伸ばした脇芽ありますね、この先、ここでカットしてしまいます。ここから先をバサッと切って収穫してしまうということですね。つまり次に育てる脇芽から先はもういりませんよということです。で、この次に育てる脇芽が伸びてまいりました。で、また同じようなパターンになってくるので、その花が咲き、こいつがやがてナスに、ね、なりますのでね、これの繰り返しで秋まで永久収穫ができるっていうのがね、理想形なんですけれども、これは理想であって、現実はこのようにうまいこと脇芽が出てたりとかしないんでね、もうバラバラなんで、とりあえず、株全体を見回して、で、まず下から生えた脇芽ですね、こんなんいらんので摘んどいてください。
これは未消内ですけどね、接ぎ木内の場合特にこの作業は重要ですよ。唾液から出た粉は木芽育ててもね、何の意味もありませんからね。実を充実させるエネルギーの無駄遣いになっちゃいますので、こういうやつは見つけ次第摘んでください。この作業はね、晴れた日、カンカン照りの日にやってくださいね。切り口を早く乾燥させ、雨に濡らさず、菌や病気の罹患を防ぎます。実際は側枝からいっぱい脇芽がこんな風に出てしまうんですよね。で、花が咲き終わり、実になってきます。知らない間に花ついて実になって、もう切るのもったいないなっていう場合、この場合は1側枝に1ナスではなく、1脇芽1側枝にね、1ナスではなく、剪定せずにですね、放任で成り行き任せ。この場合だと3つぐらいね、今ねこれ下から 1,2,3 個花が咲いてますけれども、このね先の成長点をね積んでしまうんですよ。で、とりあえず3つぐらいが限界かなと思いますので、それ以上は育ってないようにしてですね、で、この近くのね どこかわからんけど、この辺りで脇芽が伸びてきますので、それをどれか1本育てれば良いということで、その脇芽がやがて側枝になり、でまた2つか3つナスをつけたら、先っぽの成長点というかね、先っぽだけ積んでおくと、もう脇芽はどんどん放任で伸ばしていきます。要するに芽かきをせずに 2,3 個ついた、実の先を摘むといった手抜き栽培ですね。これが楽勝なんですよ。ただし脇芽を放任しすぎてですね、で、葉っぱがわさわさとこう重なってしまいます。そうなると光合成ができなくなってですね、育ちが悪くなります。また風通しも悪くなって、湿気がこもるので病気になりやすくなります。そういう、立て込んだ場合には適当に摘んでいったらいい、隙間を作ってやるいうことですね。今見た感じでね、こんな感じで先っぽを積んでやる。これで一足しに 2,3 個のナスができます。今回はこういった手抜き先っぽ積み栽培とですね、教科書通りの正統派剪定仕立て、そのやり方をねちょっと紹介させていただきました。どちらを選ぶのかはあなた次第ですよ。手抜きなどせず時間と愛情をたっぷりかけて育てるよとおっしゃる方はですね、垂直仕立て栽培にねチャレンジしてみてください。垂直仕立てだとね、夏の切り戻しとかね、更新剪定ね、そんな全く不要で晩秋までいいナスが取り続けることができます。あなたにぴったりの栽培方法はどれでしょうか。ということで、いかがでしたでしょうかね。参考にしていただくことはできましたでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。この動画への高評価、低評価、コメント、そしてチャンネル登録お待ちしております。どうもありがとうございました。またお会いしましょう。